およそ400年前の町の面影を残す和泉ふもと武家屋敷群。薩摩藩最大級の武家屋敷群で、国の重要伝統的建造物群保存地区に選ばれています。そんな和泉ふもとで初の宿泊施設としてオープンしたのは、利田泉ふもと宮寺邸です。ホテルに生まれ変わったのは、空き家となっていた築120年の武家屋敷で、大河ドラマ篤姫のロケにも使われています。古民家再生を手掛ける会社いずるが運営し、改修費6000万円のうち4000万円を和泉市が補助しています。事業の背景にあるのは空き家の活用です。和泉ふもとの中に20棟近く今空き家になっている武家屋敷がありまして、こちらを活用する方法を和泉市さんもずっと模索しているような状況でいらっしゃるので、私たちの方でも1棟でも2棟でも多くたくさんの方に活用していただけるような形で生かしていければなというふうに思います。6月のオープニングセレモニーには、建物を和泉市に寄贈した宮地健一さんも埼玉から訪れました。個人が所有してて埋没しちゃうのはもったいないなという思いがありましたんで、地域の活性のために市の方に寄付させていただいたものですから、お泊まりいただいた方はここをまあ拠点にしていただいて、泉全体を歩いていただいて、武家屋敷群のその雰囲気を感じ取っていただいて、満足していただければありがたいかなというふうに思ってます。母屋一棟に武家屋敷の趣を生かした3つの客室があります。静かからは枯山水の庭園を楽しむことができます。広い部屋でゆったりとした時間を過ごせそうです。このほか、ベンガラの壁と呼ばれる落ち着いた赤茶色の壁が特徴の茜、井戸やかまど、いろりが残る実りがあります。客室や時期、人数で異なりますが、4人の一室利用で1人1泊1万8000円台からです。地元の食材をふんだんに使った朝食も提供しています。オープン後、新型コロナが再拡大したため、県内からの利用が多いということです。東京とか大阪とか、都市圏からの予約入るんですけれども、キャンセルになってしまうことが多くって、鹿児島の方に知っていただきたいというのもありますし、ぜひ訪れていただけたらなというふうに思います。1棟3室でそれぞれにお風呂とトイレとついておりまして、他のお客様と共有する部分がないっていう意味では、プライベート感もありますし、感染症対策としてもしっかりできるかなと思います。和泉の街を楽しんでもらいたいと、こんな取り組みも。宿泊客1組につき1つソラキューというおチョコをプレゼントし、それを近くの商店街の連携店で提示すると特典があります。現在連携店は8店舗あり、その1つ藤本醸造店では割引のサービスが受けられます。武家屋敷にほど近いところで商売させていただいているので、やっぱりその武家屋敷でそういう取り組みがあるっていうことは、私たちも一体となってさせていただきたいなと思って。地域の活性化にも期待を寄せます。宿泊されることによって、こうゆったり時間が取れるので、その分もっとこう武家屋敷回っていただいたり、ちょっと足を伸ばしてみようかなって、こう歩いてこう商店街回られたりって多分しやすいんだろうなと思って、私は、はい、それをきっかけにお客様がどんどん増えればいいなって思ってます。利田泉ふもと宮寺邸では、宿泊だけでなく地域の交流の場として活用していくことも目指しています。観光の方の滞在拠点としては、もちろん地域の方にすごく支えていただいている部分が多いので、地域の方のこう交流場所としても
定期的にこう開放をしたり、裏の畑を一緒に活用したりとかしながら、地域の方に愛される場所にも育てていけたらいいなというふうに思っています。今後、泉ふもとで2棟目3棟目のホテルを開業する計画で、地域にどのような変化をもたらすのか注目です。